次に清水忠君。日本共産党の清水忠でございます。私も10分間の持ち時間でございますので、ぜひ政府参考人等におかれましては、簡潔な答弁をお願いしたいと思います。世界銀行グループの構成機関である、国際金融公社 IFC、および国際開発協会 IDA の基金に対する追加出資に、政府が応じるための法改正について質問をいたします。これまで IFC が途上国で紛争となっている民間プロジェクトに融資をしてきたことについて確認をさせていただきます。IFC が融資している南アフリカのプラチナ鉱山では、2011年以降、鉱山労働者が賃上げと労働条件の改善を要求して、ストライキを始めました。翌年には警察の弾圧が行われ、40人の労働者が射殺されたと報じられております。同じく IFC が資本提携をしているペルーの鉱山でも、同様の労使紛争が起こっております。日本も加盟しておりますし、今回は増資を行うわけです。IFC はですね、このように投資事業で紛争、あるいは環境破壊等が発生したときに、どのような対応を行っているのか、また日本政府としては、事業の中立性についてどのように責任を持つのか、国際局を教えていただけるでしょうか。財務省岡村国際局長。お答え申し上げます。 IFC は世界の開発をリードいたします世銀グループの機関でございますので、環境保全や地元住民に与える影響の緩和などにつきまして、国際的に高い基準を確保することが求められているところでございます。このため IFC では厳しい環境社会配慮の基準、これを IFC のパフォーマンススタンダードと呼んでおりますが、これを定めた上で、これについての違反の疑いがある場合には、影響を受けた住民やコミュニティが IFC から独立した機関であります CAO と呼んでますが、コンプライアンスアドバイザーオンブズマン、コンプライアンスアドバイザーオンブズマン CAO に訴え出る、これが IFC から独立した機関としてオンブズマンを設け、そこに訴え出るということで、問題解決に向けた仲裁の要請でありますとか、環境社会基準配慮への違反の是正を求めるという仕組みを設けて、投資事業における紛争への対応を行っているところでございます。委員からご指摘のございました南アフリカ、それからペルーのプロジェクトをめぐる状況につきまして、一部の例ではございますが、紛争自体が長期化しているということは、私どもとしても大変遺憾なことだというふうに思っております。IFC は環境社会配慮への対応の強化、それから迅速化、これが必要であると私どもも考えておりまして、また IFC 自体もすでに取り組みを始めているところでございます。具体的には昨年7月に従来法務担当副総裁のもとに置かれていた環境問題担当の部局を格上げして、 IFC のその長官直属の組織としております。またこれに加えて環境社会基準、 IFC のパフォーマンススタンダードの違反の訴えがあった場合の対応を迅速にするために、あらかじめ IFC の中に組織横断型の専門チームを立ち上げるといった措置を講じているところでございます。こういった点を通じまして、また IFC はその真摯な姿勢で地元コミュニティや NGO との対話に臨むことが重要でございますので、財務省といたしましても引き続き NGO との定期協議会などを通じまして、 NGO の方々の問題提起に耳を傾けるとともに、IOC 世銀の理事会審議などを通じて適切な対応を求めていくこととしたいと存じてございます。委員長。清水忠君。やはり問題ある投資の場合はですね、中止をするなど適切な対応が必要だと思います。事業の中立性の担保が不透明ではやはりだめだと思います。IFC や CAO の報告書、これ日本語訳って作っておられませんよね。ぜひその日本語訳も含めてね、
国民に問題点を明らかにしていくということを指摘しておきたいと思います。次に新型コロナ対策について確認をさせていただきたいと思います。時間が許せば麻生大臣にも最後一問をお伺いしたいと思いますが、国税庁が3月9日に新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難なものへの対応について指示を発出しました。納付困難な納税者への対応を税務署に徹底するものですが、今月と10日の当委員会で田島国税庁次長は税務職員によって対応が異ならないように指示文書を出したと答弁されたわけですが、これ従来よりも柔軟な対応を求めた内容になっていると思うんですけれども、簡単にですね、要点を説明していただけるでしょうか。国税庁田島次長。お答え申し上げます。ご指摘の3月9日付の通達におきましては、納税の猶予の適用にあたりまして、例えば納税者からの資料提供が困難な場合には聞き取りによる審査を行うことで資料のやり取りを簡略化する。また担保提供が明らかに可能な場合を除きまして担保は不要とする。また猶予の期間は原則として1年間とする。また納税の猶予をした場合、すでに差し押さえた財産があるときには申請に基づき差し押さえを解除することができるなどといった点について全国の国税局税務署に指示を行ったところでございます。以上を含め迅速かつ柔軟な対応を行ってまいりたいと考えております。納税者におかれましてはご不明な点等ございましたら最寄りの税務署にご相談いただければと思います。清水正君。新型コロナによる滞納問題が発生するのは地方税や国保税、年金保険料など社会保険料でも同じだと思うんですね。で、厚生労働省と総務省においても国税庁の指示文書の内容について同様の対応をしていただくことが大切だと思います。それを現場の職員に徹底するためにですね、どのような対応を行うことを考えているのか、厚生労働省、総務省それぞれ簡潔にお答えいただけるでしょうか。厚生労働省、日原大臣官房年金管理審官。お答え申し上げます。厚生年金保険料等の猶予につきましても国税での対応も踏まえまして柔軟かつ適切な対応が同様に行われますように、3月12日付で日本年金機構等へ通知を行いまして現場への周知徹底を図っているところでございます。総務省、稲岡大臣官房審官。地方税についてお答え申し上げます。3月18日に各地方団体に対し徴収の猶予等の措置についての通知を発出し、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い想定される事例を示しつつ納税者の置かれた状況に十分配慮して適切に対応するを要請したところでございます。また同時に国税のリーフレットと合わせまして地方団体において周知広報に活用できるよう徴収の猶予の具体例を示したリーフレットのひな型を作成し、地方団体に送付したところでございます。委員長。清水正君。ぜひ社会保険料や、あるいは年金保険料、さらに地方税等についてもですね、今言われたリーフレットなどを活用して、納税の猶予緩和に取り組んでいただければと思います。それでは最後に麻生大臣に質問させていただきたいと思います。今の質疑応答を受けてなんですが、新型コロナ感染拡大を受けて、中小零細業者の不安の多くはやっぱり資金繰りの問題だと思うんです。で、ただいつになったら収束するかわからないもとで多くの業者は返すめどが立たない状況で政府の融資を借りたくても借りれないと悩んでおられる方もいらっしゃいます。実はこのほど自民党の税調会長がなけなしの現金を税金で納め経営を破綻させないように工夫もしていくと述べ中小企業の納税猶予を求めることを明らかにしました。これは私も同じ意見なんです。で、希望する中小零細業者を対象に延滞税を例えば全額免除する納税の猶予を適用すれば当面ですね、手持ちの現金を減らさずに経営を続けていくことができると思うんです。ぜひ事業継続を優先させるために手持ち資金をまずは活用できるよう一定期間ですね、納税猶予の制度をこの広く活用すること、これをですね、中小企業対策として検討してはどうかと思うんですが、麻生大臣の見解を求めたいと思います。麻生財務大臣。質問通告全然ないんで答えなくてもいいんですけれども時間がないからどっちします、答えますか、答えます、お
願いします。いや、あなたの席こっちに聞いてるの、理事、理事ですか、はい、いいですか、あの理事だからね、こっちは、あなた理事じゃないんだから、ちょっと間違いないで、はい、すいません。少なくともこの税金の話はもうすでに通達が出てると思いますから、もう少しよく調べられた方がいいと思います。委員長、清水忠君。今の大臣が言われたのは通常のですね、あの納税制度だと思うんです。延滞税などをですね、やはりこれはもう減免するということまでやらないと、やっぱりその資金繰り対応というのをですね、十分中小企業できないというふうに思いますので、やっぱり従来の枠を弾力的に活用する、それはあのこれからですね、自民党の税調からも声上がってくると思いますので、私が今言った内容が、それぜひ吟味していただいて実現していただくことを強く求めて質問を終わります。次に青山。